どうも皆さんおはようございます。今日はですね、私百獣の武井壮と、そしてあの最強女性トレーナーあやちゃんのモーニングルーティン、こちらをご紹介したいと思います。まずはトレーナーのあやちゃん、ね、皆さんご存知かと思いますけども、筋肉バッキバキのね、あの最強のボディを引っ提げた、今話題のトレーナーさんでございます。はい、いいマットレス使ってますね。厚みのあるね、スプリングがしっかり入ったやつですね。あれ上部にスポンジも入ってそうなやつですよね。あれ結構お高いやつ、うん、あれでね、ちょっとあのクッションで腰痛なんかも軽減してるんじゃないですかね。白とねネビーとグレーでシックにまとめた、ちょっとクールな感じのお部屋のインテリアになってますね。うん、寝起きでロングヘアをお団子にまとめてアイアスタイルの完成。上腕をねストレッチしたりして、ここから今日の一日が始まります。そして私武井壮のベッドルーム、グレーブラック、この辺りのねまとめたシックな部屋の感じになってますね。百獣の王と言いながら意外におしゃれな武井壮でございます。大体ねアラームで起床いたします。はい、アラームでスッと覚醒状態にあります。そしてやはりね、百獣の王ですから動物ですよね。しっかりと全身を伸ばしてストレッチする、これはねやっぱり肉食動物、はい、百獣の王の特徴でございますね。筋肉を伸ばすことによって全身まで血液を行き渡らせる、覚醒状態を早くね、起床状態に持っていけるようにしっかりとしたストレッチでした。そして起き抜けにすぐ全身の体温を測ります。頭、首、上着の下、前腕、足首、太もも、ふくらはぎ、胸、首、はい、こうして全身の体温を測ることによってどんな状態で覚醒状態に入ったのかが分かると、それによって睡眠のクオリティも理解できるわけですね。皆さんもぜひ試してみてください。そしてあやちゃんが起き抜けにストレッチを始めました。女の子だっていうのはね、背中にオーガが出ちゃってます。すごいな。そして倒立で寝室から移動、これは鍛える男女にとっては当たり前の行為です。日常的な移動でございます。そして私武井壮も同じく起床してベッドから、武井壮は前足で移動します。前足を器用に使って後ろ足で扉を開ける、そしてそのまま廊下に出ます。さあ、そしてあやちゃんのグルーミングでございます。まずは電動歯ブラシで歯磨き。電動なんですね。筋肉をあまり使わないんですね。電動でいくんですね。さあ、そして洗顔、洗顔の時にね見え隠れするあの広背筋、なかなかな鍛えっぷりでございますね。しっかりとしっかりめに背中にかいた汗、そして老廃物を洗い流しております。なかなかいいおしゃれなね、スクエアな形のドラム式洗濯機をね完備しているところあたり、美意識の高さ、そして清潔感の高さを伺わせますよね。そして顔面についた水滴をタオルで拭き取ります。ここもね、白、黒、グレーみたいなね、落ち着いた色味が好きなんですね。グレーのあや、そして化粧水ですかね。化粧水をお顔に浸透させます。またやっぱり女子ですわね。からの
ですかね。顔面のね、筋肉の繊維一筋一筋に指を滑り込ませている。表情筋の名前も全部知ってそうなね、そんなタイプのトレーナーですよね。筋肉に関しては私に任せろ、そういうなんかね、心ゆけを感じる乳液の使い方ですね。これなぜ美容液ですかね、かプロテインでしょうね。美容液かプロテイン、プロテインかな、アミノ酸かな、美容液かな、いやプロテインかな。そしてそこからまた倒立で移動。基本部屋の中の移動は倒立で行うというのがアヤズモーニングルーティン。上半身強化できますね。そして私竹井壮、先ほどの部屋から出てきました。リビングに移動しております。そして再びあやちゃん、あやちゃんが今度はアップルビネガーを飲もうとしてます、水で割るんですかね、レモンかな、あれな、レモンかな、これは結構酸っぱいんじゃないかな、どうなんだろうな、あやには効かないかな、酸味とかは。最強の女子、あ、聞いてんな、あ、聞いてんな、しかめてんな、だいぶ聞いてんな、すっぺんだな、ボディは最強ですけどね、もう、なんだ、もうアベンジャーズみたいな体してんな、おい、すんげえな、もう、腹筋バキバキで、三角筋、上腕二頭筋、すんげえな、おい、酸味は効くんだな。そしてそこから、またしても効率で移動。そして今度は竹井壮、寝室から移動してそのままソファーに着地。そしてすぐさま、これはパワーマックスですね、皆さんご存知ですか、競輪選手などがトレーニングに利用する負荷のかかるエアロバイク、はい、現在地球に存在しているエアロバイクの中でも最強クラスの負荷を体現できる最強クラスのレーサーモデルのパワーマックス。まず早朝起き抜けにパワーマックスで心拍数を上げていきます。 1kp ですね、 1kp 負荷は 1kp で20秒間のフルペダリング。これはね、一般の方にはあまりお勧めしません。私竹井壮の体力そして心肺機能があって初めて負荷のを可能にできるモーニングルーティンでございます。さあ20秒間のフルペダリング、レディーゴー。回転数がどんどん上がる、回転数が上がる、体の軸が少しブレ気味ですが回転をキープした20秒間フルペダリング、これで心拍数を一気に165まで上げます。さあ来い、カモン。いやー、早朝からね、全身に刺激を与える、そして心臓にもしっかりと負荷をかけて全身の持久力を保ちつつ戦いに備えます。ちょっと聞いてますね。 OK、 ナイストレーニング。そしてあやちゃん、あやちゃんはアップルビネガーを飲んで倒立で移動してお気に入りの蛍光イエローのシューズを履いてまずはランニング。まさかマンションの部屋にね、ルームランナーがあるとはね、思いもよりませんでしたね。すげえ体してんな、しかし背直筋がシュバンってなってますね。どっかの渓谷みたいな頭が出てきますけどね。
ように準備をしているんでしょうね。そしてそこからのけんすい、朝からけんすい、けんすい、もちょう、はい、もちょう、背中にまたしてもオーガが寝ちゃってます。そしてそこからのディッピング、いちょう、もちょう、オーガが寝ちゃってます。背中に鬼の顔、そしてさらにそこからラーメング、これをなんと45分行うそうです。最強のモーニングルーティン。そしてパワーマックスを漕ぎ終わって心拍数が上がったところで、武井壮は8番アイアンを手にした。なんとアイアンの素振りを開始。なかなかいい、なかなかいいスイング、いいですね。ヘッドがインパクトゾーンから先で走ってますね。ワン、コンパクトかつパワフルなワン、いいスイングするね。割れながらにナイスイング、いいですね。フェースの向きもあまり変わらず、少しクローズなフェースの向きの使い方で現代のクラブとボールに合わせた、いいスイングじゃないですか。最近調子も良くて、パワープレイから3オーバーぐらいで回れるらしいですよ。シニアツアーを目指しているそうです。そしてそのままドライバー、ドライバーにクラブを持ち替えてフルスイング、坂のリビングでドライバーをフルスイング、いいスイングですね。軸のブレたまりない、レーシの踏ん張りの強い、ヘッドは来てる、いいですね。飛距離も出そうな、体の強さを生かしてブン、いいヘッドの出方するようになりましたね。ナイスウィング、ヘッドスイングもなかなかね、ヘッドスピードも速い、ブン、素晴らしい、いいじゃないですか。息が切れながらもしっかりした姿勢を保ってナイスウィング、そしてさらに今度は北海道日本ハムファイターズの中田翔選手からもらったサインバットで素振り、ザーン、外角の球をセンターに吹き返すイメージでドバーン、ブン、ナイスウィング、ブン、ナイスウィング、いいんじゃないの。47歳にしてはヘッドスピード抜群に速いよ。ナイスウィング、そして今度はあやちゃんが着替えてまたしても移動、今度は鮮やかなショッキングピンクのスパッツに履き替えてキッチンに移動しております。さあ、あやずキッチン、今日のメニューはチャーハンです。チャーハン、中国飲んだ世界の主食、チャオファン、チャーハンです、チャーハンです。卵に塩コショウを振りかけて味を調整しております。卵を溶いて白身をね、細かく切って攪拌してパラパラのね卵に仕上がるように、あーいいよ、前腕の筋肉をうまく使ってね、見てください、あれ上腕三頭筋の震え見てください、パラ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 って上腕三頭筋をねうまく使ってね、手首を稼働させている、なかなかいい連動ができてますね、筋肉の上に。ちなみにあの今攪拌してたお箸は1本1キロ重量があるそうです。
2本2キロの重さを上腕三頭筋を使ってうまく使って卵をかき混ぜております。アボカドオイルですかね、あれはアボカドオイルですか。レアなオイルを使って調理してますね。健康的なアボカドオイルで調理。なんか具材入れましたね。なんでしょうね、あれは何かの肉です。何かの肉です。調理しております。そしてバターでしょうかね。バターを一かけら。どうもいたしました。炒めておりますね。野菜、あれなんでしょうね、ブロッコリーですかね、なんですかね、ブロッコリーですね。ブロッコリーを投入しております。チャーハンにブロッコリー合うんですかね、どうなんでしょうね。あや流のチャーハン、ブロッコリーソーセージチャーハンみたいな感じなんですかね。うん、あやちゃんの手料理、かなり淡白で低脂肪、健康に配慮された。卵を入れました。ちなみにあのお皿は特製の金属でできていて重量が2キロ。そしてあのかき混ぜている道具も超合金でできておりまして 1.5 キロの重量があるそうです。お鍋はなんと8キロの重量でできております。かなり調理の時間にも上腕、前腕、三角筋あたりをかなり意識したトレーニングができている、そういった状態でございましょうか。この調理器具の重量に関しては私の推測でございます。これは何を入れて、何か粉状のものを入れております。あれは多分プロテイン、チャーハンにもプロテイン、多分プロテインなんでしょうね。美味しいチャーハンが出来上がるんでしょうか。意外と家庭的なねところあるんですね。自炊されてるんですね。7、8キロあると言われたからね、お鍋を簡単に、糸も簡単に振り回してチャーハンを攪拌しております。何度も言いますがお鍋は7キロ、かき混ぜる棒は 1.5キロ、そしてあのお皿も2キロ、陸上の成人用の円盤投げの円盤と同じ重量のお皿を使ってます。トマトですかね、あれトマトを切ってるんですかね。うん、ああ彩りも添えてね、女性らしいお料理の仕上がりになってるんじゃないですか。見てみましょう、あやちゃん流チャーハン、ブロッコリーチャーハン。お肉かと思ってたのはエリンギでしたね。そしてレッグランジをしながらご飯を運びます。ただでは食べない女、それがアヤ。そしてそのまま食べるのかと思いきやオーバーヘッドスクワット、ただでは食べない女。筋肉に刺激を与えてから栄養を補給する女、それがアヤ。すげえ腹筋してんな、おい。だいたい四頭筋の張りが半端じゃない。アベンジャーズもう一方でだ。そして座って食べるかと思えばクッキーズ。食事をとるときも筋肉を休ませない、それがあやずスタイル。感服ですね。食事をとるときに向かうね、ソファーに座っているかのような平然とした表情でクッキーズ。膝の角度は92度、
92度。いやー、美味しいのかどうか、何なのか、もう食事を見せているのか、筋トレを見せているのか、果たしてこれがモーニングルーティンであるのか、ちょっと私にも理解はできませんが、もう一度言います。あのチャーハンが乗っているお皿は 2kg、 成人の円盤投げの円盤と同じ重さ、腰大腿四頭筋に疲労が溜まっている。トン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 叩いていますね。ここで一旦休憩を挟んで、米粒がね、今ちょっとねこぼれてたんでしょうかね。太ももの回復を図って、汗を拭って、まだ食べ足りないよと、2キロのお皿を軽々と持ち上げて、片手で軽々と持ち上げて、もう一度空気です。今度は膝の角度が95度、先ほどよりも角度が広がっている、膝関節の角度が広がっている、これがアヤスタイル、最強の女子アヤのスタイル、これがアヤスタイル。ちなみにあのチャーハンをかき込んでいるスプーンは 800g、モリブデン鋼でできていると言われています。そしてお皿は、何度も言いますが、 2kg、 とてつもない、とてつもない。そろそろ完食しそうです。 2kg のお皿と 500g のスプーンを使って、空気椅子でチャーハンをかき込む女、それがパーソナルトレーナー、あやチャーハンをしっかりよく噛んで、今一度2キロのお皿と500グラムのスプーンを持ってキッチンに運ぶかと思いきや、カジャーチスクワット、片足スクワット、片足スクワット、なぜかキッチンに食器を運ぶ前に片足スクワット、しかも両手を前に出してバランスを取っている片足スクワット、なかなかこれは難易度の高い片足スクワットを軽々とこなしております。そしてさらに歩いて運ぶかと思いきや、レッグランジで運ぶ、これがアヤスタイル。そして素振りを打った武井壮がキッチンにやってきます。電気をつけて冷蔵庫を確認、朝食を物色しております。まずは手を洗います。ハンドウォッシュ、ハンドウォッシュ、ハンドウォッシュで感染対策、そして顔面も洗います。気持ちいい、気持ちいい。そしてそのまま歯磨き、皆さんのね口の粘つきが気になるんでしょうね。歯磨きしてリフレッシュ、リフレッシュ、上腕二頭筋がもうナイスナイス、上腕二頭筋からの今日の朝食は鶏肉入りシーザーサラダ。シーザーサラダが好きらしいんですよね。なんでかって聞いたらですね、皇帝シーザーの名前がついているからだとおっしゃっておりました。百獣の王だから、強そうな名前のサラダが好きだというふうに武井壮はおっしゃっておりました。シーザー、皇帝ジュリアスシーザーの名前のついたサラダ、最強のサラダを食す男武井壮。
皆様何のサラダが好きですか？シーザーサラダ、ごま油かけるとうまいんだよな、実はな。うん、いい音して食べたんですね。 ASMR みたいな、何でしたっけ、咀嚼音みたいな、そういう感じのテイストもモーニングルーティンに入れてみました。あー、美味しそうにサラダをかき込んでおります。意外でしょ、朝から生肉食うと思ってたでしょ。違うんです。タケソウは強そうな名前のサラダ、シーザーサラダがお好みでございます。サラダを完食して、今度はヨーグルト、箱のヨーグルトを、デーケーパックのヨーグルトを食べるかと思いきや飲む、そのまま飲む。ヨーグルトは飲む、ヨーグルトは食べ物じゃねえ、飲み物だと。ヨーグルトを飲む、ひたすら飲む、飲みました。ヨーグルト大の一パックを飲み干しました。これぞ百獣の王、百獣の王のブレックファースト。満足げに次の現場に向かいます。次の現場はこちら。朝食を食べたらすぐさま下半身強化、80キロのバーベルを担いで、よいしょよいしょ、100メートルや200メートル、スプリントの時の設置を意識してしっかりと反発をもらう。朝食を取ったらすぐに下半身強化。よくねトレーニングはご飯食べる前にしっかりとやって、トレーニング終わった後すぐに栄養補給をする、そんな風にね言われますけども、関係ねえと、いつ食ってもいいぞと、いつ鍛えてもいいぞと、買ってこいと。でクォーター4分の1のスクワット、うん、膝に重みを集めていますね。あのアジアの鉄人室伏重信氏から膝に重みを集めろというアドバイスをいただき、膝に重みを集めたスクワットを敢行し、今度は15キロのプレートを2枚持ってスクワットジャンプ、下半身を徹底的に強化します。これが竹曽のモーニングルーティン。いい刺激入ったね、いい刺激入った。これで今日も気持ちいい一日が送れる準備ができました。そしてあやちゃんは食器を運んでティータイム、普通に座ってお茶をしているように見えるけれども、なんと足が浮いていて腹筋に負荷がかかっているティータイム。コーヒーを飲む時も筋肉に負荷をかけるのを忘れない、これがアヤスタイル。果たしてリラックスできているんでしょうか、これがアヤスタイル。さあ全ての作業を終えて身支度をしております。竹曽とあやのモーニングルーティン、これにて終了でございます。竹曽がお着替えを終えて部屋から出ます。そして出発。お気に入りのシューズを選んで、巨大なサンダルを選んだ。なんとあのサンダルは鉛を追加して貼り付けておりまして、重量はなんと片方2キロです。2キロの靴を履いて出発じゃい。それでは皆さん、モーニングルーティンこれまでです。皆さんも楽しいモーニングルーティンを。
勝ちたかったら登録しとけい。